若くした。全ての障害を乗り越えた。あとは世界に売り出すだけ。でも何これ。そう、最後の難関、死の谷を越えないと。新製品が市場に着く前に通る谷、谷を越せない時もある。失敗した、需要がなかったとかの理由で。世界問題を解決する発明にも同じ危険がある。製品は技術だけに左右されるわけではないからだ。ソフトウェアと違って物理的障害が複雑な発明や薬品、建築材、交通など規制のある産業では谷はさらに危険だ。規制は安全のためだからいつも悪いわけではない。でも発明家たちを阻むし、明暗が谷に落ちる原因にもなる。利益を出す前に基金が底をつく。最も谷に直面しているのがゼロカーボン技術だ。温室効果ガスを減らし環境を保護する未来に欠かせない技術だ。でもこの技術開発には谷は特に険しくなる。なぜか。ではどうすればよいか。新技術は利益を出す前に開発段階を経る。ゼロカーボン技術は費用が高く時間もかかる。インフラ、消費者行動の両方で変化が必要なために需要も低い。電気式ヒートパンプは化石燃料不要で消費エネルギーの点でガス暖房より効率的だが、消費者が冷暖房を変更するのは数十年に一度だ。直接空気回収技術は二酸化炭素を取り除く。こうした技術はガスの排出減少に必要だ。認可されたものもある。でも高額だから谷の危険性が高い。これが悪循環のもとだ。費用軽減の最善策は実用化した製品を多く売ることだ。でも高額な初期費用を投資家は敬遠し、投資なしでは技術開発も費用軽減もできないが、断ち切る方法はある。公益性の高い技術は政府が助成する場合がある。実例がある。90年代太陽光パネルは高額で普及しなかった。ドイツでは政府が太陽光パネルの企業に貸し付けし、再生可能エネルギーの電力を電力会社に買い取らせた。続いて米国と中国も太陽光の規格を援助した。費用は2009年から 90% も軽減されて普及しやすくなった。風力発電も同じだ。オイルショックの際、デンマークは風力に投資し燃料の使用者に課税した。他の諸国も続いて風力発電が世界的に普及し、費用は激減した。これは政府主導の成功例だ。ゼロカーボンの技術開発、消費者への普及を望む政府が牽引役となり、研究開発初期費用を助成し、課税や貸し付けを実施した。他の多くの発明も政府の牽引が必要だ。明暗や発明だけでは最も困難な問題は解決しない。政策や市場は未来ある技術を成功に導くべきだ。私たちには地球にとってよりクリーン、より安全、より健全な未来を切り開くための手段や知識があります。ed.ted.com/earthschool にアクセスして、すでに進展中のエキサイティングなステップや参加方法について詳しく知り、
好奇心と希望を膨らませてください。